ビカは、ポルトガルの一部で使用される、ポルトガル語でコーヒーを意味する、カフェに相当する用語。イタリアのエスプレッソに似た飲み物を指すが、エスプレッソよりも浅く引くため、エスプレッソよりも手間がかかり、口当たりは、幾分か良い。ポルトガルのほぼすべての地域で、単にコーヒーを意味する、ウムカフェという名前でも呼ばれ、必ず、デミタスカップで提供される。 ビーカという名前は、コーヒーの注ぎ方に由来する。すなわち、ビーカは、ボンの上で、エスプレッソマシーンからカップに注ぐが、それが、泉や噴水を連想させ、いずれもポルトガル語でビーカとも呼ばれることによる。ビーカは、ベベエストコムアスーカル、濃いめのコーヒーの略語でもある。1905年11月19日、アドリアーノ・テレスワ・フルギアナンバーワン22に、 ミナスジェライス州の本物のブラジルコーヒーを売るためにイブラジレーラを開業したが、当時のリスボンの家庭では受け入れられなかった。商品の販売を促進するために、テレスは 1kg の引きコーヒーを買った客に1杯のコーヒーを提供した。それは濃いコーヒーでエスプレッソと似ている近くの農場で採れた新鮮なヤギジチを使ったものであり、これが美化の起源となった。 第二次世界大戦後の大量の移民によって、ビカは、入れたてのコーヒーが特に好まれる。カナダのモントリオールでも自家製の卵と共に、提供される。ボアイコールフランシー地区のモントリオール急行のレストランでは、チョコレートミルクと乳製品を添えたコスミンビカが、好まれている。最も人気があるコスミンビカを提供するレストランは、ビカコーヒーハウスであり、引き立てのコーヒーで知られている。 ありがとうございます。